はい、どうもこんにちは、たかきっちです。さあ今日11月4日冒険者お出かけ広場に、いやー皆さんびっくりした機能が結構追加されてて、驚きのねバージョン6となっております。まああの問題はね、相変わらずあの問題のままなんですけども、では早速ご紹介していきましょう。まずお出かけ便利ツールからすごくね一発目からびっくりします。はい、一発目こちら、お出かけバンマの塔が追加。なんと超便利ツールで1と2の祭壇のみ、まあ、100ジェムかかるんだけど、便利ツールでやることができるようになります。ただしゲーム内で制覇と完全制覇をする必要がありますのでね、しっかりやっといてくださいね。そして、報酬はインしてからじゃないともらえないので、しっかりインしてもらってください。で、バンマの塔で制覇した祭壇のスコアは、ハイスコアが125,000ポイント、そしてギラムソーロが125個となりますので、上限が125,000ってことなんだよね。そして次にこちら、持ち物整理の機能を拡張。さあ次に便利機能がこの持ち物整理。なんと、アイテム、装備名とかだと、効果名から検索ができるようになります。で、こちらあと地味に嬉しい、郵便ポストにアイテムをまとめて受け取る機能。今までって、まあ、ゴールドはね、一気に、スペシャル福引券か一気に受け取れるんですけど、アイテムだけは別々で受け取らないといけなかったよね。ただ今回、アイテムも全部まとめて受け取ることができます。そして、ついでにまとめて肥料も上げる機能も追加。これ、今までって一人一人選択して畑のお水どやらあげてたんだよね。それがなんと一気にまとめてあげる。はい、ピラミッドで悩める皆様、お得な情報が来てます。お出かけ便利ツールでピラミッドの探索の報酬が2倍に手に入る機能を追加。ってことはこれ、アンクだとか、まあ、ブローチ確定のとこでやったら、確定で2個、2倍もらえるんだよね。ただし、これも180ジェムが必要。はい、それ以外でもね、超お出かけ便利ツールのね、新たなる機能はね、追加されておりますので、細かい情報を見たい方は、見てみてはいかがでしょうか。次に、気になる、バージョン6の情報となります。新たなる成長システム、バニガルムなんですけども、3パーティー12名で挑戦する同盟バトルコンテンツ。まあ、こちらの内容がね、新たに更新されてたので、ご紹介していきたいと思います。まず条件があるみたいで、職業レベルがなんと110以上の参加。そして、防具を5箇所装備してる必要がございます。これはあれだよね。もうマッチングと同じだよね、他の。で、占い師に挑戦する際は、編成済みのタロットデッキを装備している必要があります。そして、週10回までの探査回数制限があり、この探査回数を使い切れなかった場合でも、翌週に持ち込むことができませんので、なので、もう週10回必ずね、もう使い切ってくださいってことですよね。特にステータスを強くなる素材を落とすみたいなので、まあ、10回はちゃんと行った方がいいですね。10回って意外に長いな。はい、そこでね、皆さん大秘宝でございます。1から4人パーティーで挑戦できるんですが、同盟相手の指定は行えませんので、4人パーティーのみですね。仲いい4人パーティーのみね、フレンドさんと行けるということなので、はい。配信でみんな仲良くお手手つないで3パーティー組んでいこうねって言ってる方、残念。指定はできません。ガテリア号と一緒だよね。そして入るたびに構成が変わるダンジョンを挑もうということで、好きなね、不思議なダンジョン系。様々な効果の部屋があります。好きな部屋を選んでダンジョン内を住んでいきます。で、道中ではバニガログが手に入りまして、そのバニガログ、クリア後の退出時に素材などでアイテムが解凍されます。で、モンスターとバトルを行う部屋では、オートマッチングでのパーティー作成が行われます。っていうことは一人で行っても行けるってことなんだね。一人で行っても、
勝手にパーティーがオートマでこう作成されるということは、最初の方はいいけど、後々これ行かなくなったら人がいなくなってしまうんではないかな。で、その代わりサポートが自動的にね、人数が足りない場合は仲間が参加します。で、もちろん自分で雇っているサポートや仲間モンスターでも挑戦できるみたいです。さあ、最終バトルになって、まあ、ボスモンスターと戦うわけなんですけど、そのボスモンスター1週間に1回ごとに入れ替わります。で、報酬は、一番最初に初めてボスモンスターを倒した場合、レインボーログという特別なバニガログが手に入ることができるみたいです。そして2回目以降がレッドログというバニガログが手に入ることが。で、最深部の部屋には、リンレの魔眼石という魔物の像があって、リンレの魔眼石では、レインボーログを回答し、収集品を受け取った後に、探索回数を消費せずにボスモンスターに挑戦し続けることができます。ってことは、永久に、その、探索回数を消費せずに、その素材を受け取ることができるのかな。で、こちらが女神の木なんですが、はい、ドン。ちょっと左手にステータスの木があって、成長に必要な素材が創生玉って書いてあるね。そして右に女神の木合成レベル10、2話ランクというものがありますね。そして、この画面が力の木レベル1を2に上げた、様子でございます。とこれを見ると、この種を育てて、育てきった木から力の種がポロンと落ちるっていうことではなく、この女神の木自体育ててったら、もう勝手に主人公のステータスが上がっていくっていうことなんだろうね。で、2話ランクを上げると、女神の木のレベルの上限が解放されて、庭の見た目の中で変更できる箇所が増えたりします。ハウジングってことこれ。で、しかもレベルの上限が解放されるってことあるんだね。ちょっとここでもレベル上限解放ですか？そしてディレクターコメントで、パラメータの強化ではなく自分だけの庭で植物を育てるように楽しんでもらえると嬉しいです。不思議なお客さんが来るかもしれませんよ。なんか女神の毛を成長させる上で、このお客さんが来たら特別ボーナスでレベル上がりますよ的なことかなのかな。はい、次に不思議な的なんですけども、まあ、以前ドラクエンクエスト TV で紹介された的の情報と何ら変化はないんですけども、ただちょっと気になった部分があって、銀のフェザーをチップを使ってアイテムを交換できるものが増えたり、まあ、ほぼほぼね、銀のフェザーチップ、必要な個数を減らしてくれてるんですけども、なぜか中性の超過だけ、増えてるんだよね。銀のフェザーチップ10個から、銀のフェザーチップ12個に増えてるって、これ中性の超過、損じゃないですか？なんで中性の超過だけなんだろうね。で、なおかつ、増えたものが、魔人の勲章、鬼神の眼光、将軍指輪、各種二つが増えたので、これ、めちゃくちゃいいね。スーパーキラーマシン、結構僕苦手なんですって方いると思うので、こちらで眼光作れるってことだよね、的で。さあ、次に道具カバンの上限が80から90になります。これね、皆さん気をつけてくださいね。僕もね、ボケカバしてました。今回、ガートランドのね、こちら、トートくんからね、受けることができるのでね、道具カバンのクエスト受けに来た、ジュレット受けに来た、どこにあるのって探さないように、ガートランド城下町の、トートくんから受けてください。そして各種上限を、解放しました。特訓の上限を22から23、1000ポイントだね。あ、めちゃくちゃ楽じゃん。よかったよかった。そしてアクセサリー合成の上限を、レベル50から55。で、必要経験値が1レベルにあたり必要な経験値が4500って結構しんどいね、これ。で、チームレベルの上限を70から75にします。色が追加。
そして仲間モンスターの転生上限を12から13にします。ということなので、これ、牧場のメダルが欲しい方、もう、アプデ前に、皆さんね、アプデ後、一気にね、13にすると思うので、しっかり餌をね、あげてメダル稼いでくださいね。おー、そして来ました皆さん、ベリナード城の防衛軍、酒場に、預かり女セテーナがやってきます。これはいい習性だ、めちゃくちゃ嬉しい。はい、そしてこれ、世界樹の葉、雫のバランス調整をします。道具を使ってから効果が発揮されるまでの時間を変更しますということなので、世界樹の葉が4秒、雫が、5秒になります。で、こちらのディレクターズコメントがこんな感じになっております。ドン。世界樹の葉と雫、非常に強力な効果を持ち、効果が発揮されるまでの時間がとても短く、強さと使い勝手の良さを合わせ持った強力なアイテムです。サービス初期は高価な貴重品であることが、その強さの代償だったんですが、時間の経過に応じて供給が増え、今では、貴重品ではなくなってます。まあ、ただの薬草だよね。薬草みたいな感覚で使ってるよね。呪文やスキルと比べ、圧倒的に強力で使い勝手の良いアイテムは、常に頭の痛い存在でした。運営も考えてたんだね、どうしようかと。これらのアイテムをどうするべきかなと、幾度となく議論を重ね、使用制限の導入などの代替案も検討しました。しかし根本的な問題はこれらのアイテムが強すぎることにあり、それを修正することがシンプルで効果的な解決策ではあるという結論に至りました。修正にあたり効果の内容を変更してしまうと、それは世界樹の葉や雫ではなくなってしまうので、効果が発揮されるまでの時間を長くし、使い勝手の良さを制限することにしました。故にこの秒数になったんだね。で、今回の調整にあたって、冒険者の皆さん不安な気持ちもよくわかります。ボスモンスターの強さも合わせて調整するべきという提案も届いております。提案掲示板やっぱちゃんと見てくれてんだね。これに関して、調整の導入から一定期間、ボスモンスターの参加状況や勝率の変化を見守ります。調整前、後で大きな変化があった場合に対しては、調査と検討を行い、必要な調査を行います。ということで、はい、お前らテスターになって動けよということなんでしょうか。ちょっと運営の方でクリアできるかどうか一回やってみてくださいよ、これを。はい。まあ、どういうことかというと、結局そのコンテンツに対して行く人が減ったり、勝率が減ったりしたら、ボスの方の調整を行います。ということなんですよね。なので、雫葉っぱの調整時間は一切変わらないということなんですね。バトルっていろんなバトルがあると思うんですけども、主に皆さん心配してるのがデルメゼの参入のしやすさだよね。うん。ただ、バトル上位勢の人は今のデルメゼの強さを多分すごい求めていると思うんですよ。それを、参加が少なくなったり、勝率の悪さが多くなったら、調整を行いますということだと思うので、もしそれをしてしまったら、デルメゼファンとしてはかなりね、逆に手痛いような気がするんですけど。さあ、そして新しい髪型を追加します。2色カラーに対応している男女共通ボンバドール、そしてアフロ。お、かわいい、これ。ちょっと、ふくちゃんのマリモ姿かわいいんだけど、真ん中の。そしてこれ、女性のふわふわツインテール、めちゃくちゃかわいいよね。おがこめちゃくちゃ似合ってるじゃん。次、召喚符呼び寄せ札の仕様を変更します。召喚符の入手変更を変更します。各地のコイン屋で召喚符を購入できるようになります。召喚符を錬金釜で錬金する際の素材から、呼び寄せの札を除外します。簡単に言えば召喚符というアイテムが増えて、それをコイン屋で入手できますよと。今までの呼び寄せの札を使って、素材を使って錬金してたのを、召喚符によってお金で買って錬金釜でできるようになりますよ。そして、達筆仙人の出現率を下げ、武器ガードをしないように変更します。これめちゃくちゃ嬉しいよね。レベル上げとか、
金作とか言ってた時、達筆千人出てきたらちょっとがっかり感半端ないもんね。で、入手方法は達筆千人のレアドロップのみに変更します。達筆千人から呼び寄せの筆が落ちるんですけども、錬金素材アイテムではなく、売却用のアイテムに変更します。ただ売るだけのアイテム。まあ、ゴールドストーンとかと同じですよね。そして、売り値を500ゴールドに変更します。次、職人道具の魔王のランプ呪文、悪魔の壺呪文を追加します。これが新しく呪文専用の、魔王のランプ、悪魔の壺の、新しい錬金職人の道具なんですね。魔王のランプの呪文や悪魔の壺の呪文の効果が発揮すると、パルプンテ錬金を発生して埋め尽くしでもパワーアップでもない場合、付与される錬金効果が呪文速度と暴走率の2つの絞り込まれるようになります。この効果はパルプンテ錬金現金限定で、呪文速度か暴走率がつく武器種のみ発動します。探検とか奥義に簡単に速度がつけれますよ、職人道具ですよといったものですね。さあ、そしてこちら、バトル特技にコマンド呪文追加設定を追加します。これめちゃくちゃ便利だよね。特技からもう全部呪文とか選べるから、まあこういった僧侶さんとか聖なる祈りとベホマラ、天使とザオラルとかいった一行動で全部使うことができるので、かなり便利だね。お役立ち情報が来ます。はい、皆様。めちゃくちゃ朗報でございます。はい、マイタウンの施設の人々に役割に魚交換員と魔物管理人を追加しますということで、はい、新たなる施設長来ますよ。しかも皆様が待ち望んでた魔物管理人来ますので、はい、アップデ後はね、マイタウン勢の方しっかりこの二人を雇ってください。いいね、便利だよね。これでいちいちレンドアとかモコモコパークにルーラー飛ばなくて済むようになりますよね。ちょっと待って。マジで？大魔王大筆家に新しいエピソードを追加します。釣り、バトエン、大富豪、バトルトリニティ、強ボス討伐が取材されるようになります。ちょっとこれバトルトリニティとか含めるのは勘弁してくださいよ。これかなり前のドラゴンクエスト TV でも言ってたんですが、皆様。はい、ミノの、なんとルーラストーン引き換え券が交換できるようになります。はい、サブでもルーラストーン持てるようになるよ。お、ちょっと待って、これ見て。破壊神指導の怒り時の AI を調整します。ってことはこれ即ベホマがなくなるとか、いやらしい行動が。はい、といったね、バージョン6の追加情報が来ました。まあ、全体的にすっげえいいんだけどね、やっぱりあの葉っぱとかが気になるな。一番気になるな。結局は、葉っぱしずく自体を調整することはもう今後なくて、皆様、冒険者の方々とか、そのコンテンツに対して行く人が少なくなったり、勝率が悪かったら、そのボス自体の強さを下げていく、調整をしていくっていうことなんだよね。これ僕ちょっと一つ思ったんですけど、初期の頃って、まあ回復者よりは火力が足りない、時間が足りなくて火力者を増やして、まあ雫を使って道具使いが、アイテムでクリアっていう形だったと思うんですが、まあ、今後ね、デルメゼのような強敵はもう出さないっていう感じなんだろうね。その雫オンリー、要は時間内の制限で倒せる火力を出すぐらいのヒットポイントの高さのボスを出していくってことですよね。なんかギミックゲーになりそうな気がするな。まあでも僕らテスター頑張りますよ。ドラゴンクエスト10楽しんでやりますよ。ってことでね、今日はバージョン6のね、新情報の、紹介でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。